晨区早啊 c a l 佢哋，欢迎, io, 欢迎大家跟黑猫一起练日文。今日咧要睇嘅新闻咧系关于一啲咧临时释放嘅外国人嘅新闻嘅。咁啊，如果冇资格喺日本住嘅外国人咧，又翻唔到自己国家咧，就会进入呢个日本移民局嘅设施嘅。咁今日咧就会讲到一啲佢哋相关出咗嚟嘅生活咧系点样嘅。咁我哋就一齐睇下呢个新闻咧。仮方面の外国 病院に行けない人が84%。日本に住む資格を持っていない外国人は、自分の国に帰らない場合、出入国在留管理庁の施設に入ります。このような人で、施設から出て生活する仮方面を認められた外国人は、2020年12月に、 3061人いました。NPO は仮方面になった外国人140人ぐらいの生活を調べました。お金がなくて生活が大変だと答えた人は89%いました。食事が十分にできない人は65%でした。 食事が1日に1回の人もいました。お金がなくて病院に行くことができない人も84%いました。仮方面の外国人は働いたり健康保険に入ったりできないことなどが理由です。NPO は仮方面の外国人も同じ人間なので、 助ける制度が必要ですと話しています。借り方面の外国人、お金がなくて病院に行けない人が84%。 臨時出院ね、佢呢度係意思臨時釋放嘅外国人ね、有八十四個パーセントね、冇錢咧係唔可以去醫院嘅。イケナイヒド、咁啊就係唔能夠去嘅人嘅意思。日本に住む資格を持っていない外国人は、自分の国に帰らない場合、出入国在留管理庁の施設に入ります。

生活が大変だと答えた人は89%いました。食事が十分にできない人は65%でした。食事が1日に1回の人もいました。 お金がなくて病院に行くことができない人も84%いました仮方面の外国人は働いたり健康保険に入ったりできないことなどが理由です。

呢啲釋暫時釋放嘅外國人咧，同樣地咧，佢哋都係一個人嚟嘅，所以咧，我哋需要一個系統一個 system 啦，去幫助佢哋嘅，咁樣講咗呢個説話嘅。 系咁咧，Hi, 以上咧就我哋今日要睇嘅新聞啊！咁唔知大家知唔知道呢一個嘅制度咧？咁啊，我都係第一次睇相關嘅資料啦。咁啊，唔知道最後呢啲外國人咧個情況會係點咧？即系佢哋會留喺日本，係變一啲難民，然之後透過某一啲途徑申請。 入籍呢個日本，又或者係會被遣返翻國家咁啊，可能唔同情況啦，有唔同嘅處理啦。咁如果大家咧有接觸過类呢類咧，或者有相關嘅資訊咧，歡迎下邊留言話俾我哋聽嘅。咁我哋下個禮拜咧再睇下其他嘅新聞啦。如果你知道嘅今日嘅影片咧，記得幫我訂閱、讚同埋分享出去啦。咁我哋下個禮拜見啦，咋，冇得你，拜拜。